3級に合格しよう。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。 2x の4乗 y の3乗かける 5x の2乗 y の3乗を計算しなさいというこの問題なんですが、累乗の計算問題ですね。累乗というのは同じ数を何個かかけたもののことを言って、例えば x の4乗っていうのは x が4回かけられてるよと、 4×x かけ x かけ x かけ x ですよと、 x の2乗っていうのは x かけ x ですよということですね。ですので、x の4乗かける x の2乗というここの部分っていうのは、x が4個かけてあるやつかける x が2個かけてあるやつなので、合計で x が6個かけられることになりますね。ということで x は6乗になるわけです。でその前に数が2と5を掛け算するので10になりますね。で x が4個と2個かけるので6乗で、 y が同じように y の3乗っていうのは y かけ y かけ y のことなので、これ y かけ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  y なので、 y が全部で6個かけられていることになりますね。ということで y の6乗になりますね。ここの x の4乗と x の2乗で x の6乗になったわけです。y の3乗と y の3乗で y の6乗になったわけです。掛け算だからですね。ですので答えは 10x の6乗 y の6乗になりますよと。はい、合格できる。